キママ、ここの主よ。よろしく。で、シシカって？シシカは私の娘だよ。チョコボのレーサーなんだけど、レース中にチョコボから落ちてね。それからすっかりやる気をなくして、練習から逃げるようになったんだ。あんたたちチョコボの経験は？あるよ。そうかい。じゃあうちの訓練場を使っておくれよ。せっかく新しく作ったんだけど、これじゃあ宝の持ち腐れだ。誰かが使ってくれたら私の気も少しは収まるってもんだ。輪くぐりなんてしたことあるかい？チョコボでふわりと飛んで輪をくぐるんだ。こんなことができる訓練場はあまりないと思うね。わあ、それ楽しそう。クラウドもやりたいでしょ。他のみんなに自慢できるし。いいだろ。じゃあまずはソラチョコボの捕獲からだね。その辺にアポニーってチョコボがいるはずだよ。訓練場へはアポニーに乗っていきな。入り組んだ谷もアポニーに任せておけば迷わず抜けられるよ。
品トーク発散。
よろしくな、アポニ。酔わないのか。そう、酔わないの。ちょっと私は一心同体。なるほど。真の乗り物と何が違うんだろうな。ちゃんと研究すれば乗り物酔いの謎が解明されるのに。真羅には期待できないな。そうだね。星を守るつもりらしい。え？いい人を聞いてますけど。星を守るためなら人はどうなってもいい。それがあいつのやり方だ。はあ、そらまたえらい過激ですな。人あっての町、人あっての星やのに。俺も蒸し返す。敵は他にもいる。俺たちの邪魔をするばかりだ。愛も変わらず星からエネルギーをかすめ取る神羅カンパニー。お前のコネは最大限に利用させてもらう。もし裏切った。あれがコスモキャニオン。美しく気高い私の故郷だ。あ、生命学の聖地が俺を呼んでるぜ。楽しみだね。はあ、ただいまー。ナナキ帰りましたー。ナナキ、おかえりよナナキ。無事でよかった。よかったなぁ。わちょっ、どっち。さあ、ブーゲンハーゲン様にご挨拶をしておいで。さあ、あの人たちにはほんのちょっと世話になったんだ。悪い人たちじゃないから入れてあげてよ。なんだ今の。ナナキ帰りました。ってよ。かわいいよね。はあ、すみません、少々お待ちを。今朝空から降ってきましてね。ミッドガルのマコーロ爆破犯らしいですが、あなたたちは関係なさそうですね。ナナキの紹介もあるし問題ありません。あら、ようこそ生命学の聖地コスモキャニオンへ。全然似てなかったね。何か狙いがあるんだ。用心用心。
デルソルのロイヤル探索主役だから。お客さん、マテリアを見つめているから。ありがとうございました。あちこちに風車が、命の星からたま。先に言っておく、うちは気に入った客にしか売らないよ。私はこの美しい谷で生まれ育った。本来なら谷を守る戦士になるはずだったが、深くにも神羅に捕まり、助けてもらった借りは返した。私はここで本来の道に戻ろうと思う。今まで世話になった、感謝している。寂しくなっちゃうな。それを言わないでよ、別れが辛くなっちゃうよ。でもこの谷を守ることはオイラの使命なんだ。この野郎、ずっと騙してやがったな。犬だなんだと侮る輩が多くてな。おーい、ナナキー、ちっちゃい。今のでお別れ？谷にいりゃ話す機会くらいあんだろ。俺たちがここに来た目的は何だ？生命学の復讐と行こうぜ。マッテリア、マッテリア。僕はよっこらしょっと。しばらくぼーっとさせてもらいます。探検行ってみよう。星がバウトを通じて我々に語りかけています。何も恐れることはありません。星と共に歩み始めましょう。また。コスモキャニオンはもちろん、いや、またいい撮影スポットがなんと。
美しく雄大な大地か。これは星が生み出した芸術作品だ。ダメダメ、ケン。ここは貴重品を保管してる倉庫なんですよ。この人たちだよ、じっちゃん。ほうほうほう、ななきが世話になったそうだの。わしはブーゲンハーゲン、少しばかり星には詳しくてな、コスモキャニオンで生命学を教えている。少しだなんて、じっちゃんは知らないことなんてないだろ。ほう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 、そりゃ子供のお前よりは知っておるわい。オイラだってもう48歳だよ。 40? 七木の一族は長命じゃ。人間の寿命に当てはめるとまだ15、6歳といったところじゃの。もう大人だ。この谷だってじっちゃんたちだって守れる。オイラは父とは違うんだから。ほうほうほう、七木よ、もう谷の者たちへの挨拶は済んだのかの。まだ行ってくる。失礼したの。よければ中も見学していくといい。珍しい機械がいっぱいじゃろう。全部星とつながる道具じゃ。星とその周辺の星々の縮図じゃ。さしずめ積もった埃が人間といったところかの。ほっほっ、七木の昔の映像じゃ。あの頃はいたずらばかりしておったの。それはごく初期の魔光探知機じゃ。いよいよ寿命かの。七木を鍛えてくれたそうじゃな。外の世界を知ってたくましくなったかな。そうせくでない。
そこは後でな。それは気流発生器の模型じゃ。風力で動き、新たな風の流れを生み出す。実物はもう見たことがあるかの。世界一の大きさの星々の営みを観測する望遠鏡じゃ。こいつで見る星空は最高なんじゃが、今はレンズが曇ってしまっておる。すまないの。我々がここで観測しているものは遥か彼方。悲しげな調べじゃ。最近よく聞くようになった。伝声管を伝って地中深くから聞こえてくるのじゃよ。これは星の悲鳴ではありません。星を守るウェポンの声です。ほう、ずいぶんはっきり言い切るの。私たちウェポンを見たんです。ゴンガガとコレルの魔航路で。すごく大きくて。ほうほうほう、それは興味深い話じゃのう。が、魔鋼中毒の症状は様々じゃ。気をつけるのじゃよ。え？あの。ほうほう。そうか。そうか。お前さんたちはどうやらきちんと生命学を学んだことがないようだ。うん、良い機会だ。こちらへ来なさい。これは生命学習機。最新型が死んだ本社にあるらしいが、これはわしが作ったオリジナルじゃ。では、始めよう。驚くのはまだ早い。あ、流れ星。星と宇宙、そこに生きるもの、その仕組み、命の流れを知ることは生命学の基本じゃ。
その星はわしらの星。豊かな命にあふれたこの星に人は生まれた。人は生き、やがていつか死ぬ。ジョンは死んだらどうなる？体は朽ち、星に帰る。では、意識、心、精神はどうじゃ？実は、精神も同じく星に帰るのじゃな。星に帰った精神は混じり合い、星を駆け巡る。星を巡り、混じり、別れ、ライフストリームと呼ばれるうねりとなる。ライフストリーム、すなわち星を巡る精神的エネルギーの流れじゃな。星が星であるためには精神エネルギーが必要なんじゃ。じゃが、その精神エネルギーがなくなれば、これが生命学の基礎中の基礎。魔鋼は精神エネルギーの浪費。これは事実なんだな。その通り。吸い上げられ加工された精神エネルギーはもう本来の役目を果たさない。機械の中で消費され消えていくのじゃ。本当に消えるんでしょうか？そうではなくて、ライフストリームに帰って何か別のものになるということはありませんか？親切？いや、親切じゃな。お主はセミナーに参加した方が良さそうじゃの。お呼びでしょうか？お嬢さんをセミナー室へ案内してあげなさい。こちらへどうぞ。はい。私も。星の知識が集まる。今日はまた一段と美しい。星の知識が歌うように語りかけてくる。はい、僕に任せておけば大丈夫。身の魅力のすべてを引き出してあげるよ。七木がお世話になったそうですね。ありがとうございます。ブーゲン様から
倉庫にある旅に役立つ物品をご自由にお持ちいただくように言われてます。ぜひ倉庫にお立ち寄りください。我らに恐れるべきものがあるとすれば、それは同じ星に生きる隣人ではない。あなたの中に眠る星、あれもこれも全部偽物。生命学とかってのもどうせ偽物の学者が偉そうなこと言ってるだけなんだ。さあ今こそ己を解き放つ時。大いに語り合い高め合いましょう。生命ブーゲンハーゲン様から話は聞いております。ぜひともセミナーにご参加ください。会場までご案内いたします。我々はどちらを目指すべきなのでしょう。どちらも同じこと。セミナーが行われています。私は小さい頃から。どうぞセミナー会場にお進みください。仕事より絵画や詩が好きで、家の中で過ごす私を父はいつも情けないと嘆いていました。父の理屈では私は人一おお、そこのあなた、あなたの体験談を聞かせてください。あ、はい。私そのライフストリームに落ちたんです。ライフストリームの中はとても美しいところで、いろんなことを思い出すんです。誰かに優しい気持ちになれたり、
忘れていた思いをつないでくれたり、星の中は暖かい場所なんです。でもそこには戦いもありました。星と星を脅かす敵との戦いです。私たちは星と共に生きなくてはなりません。星と一緒に敵に危機に立ち向かうべきなんです。でも戦い方がまだ分かりません。ここで分かると思ったんですけど。生命学を批判してるわけじゃないんです。怖がらせるつもりもありません。ただごめんなさい、うまく話せなくて。気にすることはありませんよ。私たちはいつでもここであなたを待っています。考えることを続けなさい。答えはその果てにしかありません。さあそろそろ星送りの刻限です。皆さんキャンドルへと向かいましょう。先に行ってるね。もうすぐ星よく、年に一度あなたにもきっと祝福がありますよ。ただいま、セミナーは休校中です。我らは同じ星から生まれし兄弟。全ての命は星を巡る歩みを旅を。本当に子供だった頃、あの日もこんな風に母と父とこの日を囲んで、やっぱり何でもないや。話なら聞くぞ。母の話をするとオイラの胸は誇らしい気持ちではち切れそうになるんだ。でも父のことを思い出すとやっぱり。また今度話すよ。死んだ人間が星に帰るとかいうやつ、全然これっぽっちも信じてないんだよね。私死んだら全部パーでしょ。そうかもな。でしょ。だからさ、何が何でも生き抜くんだ私は。星と共に生きなさい。さっきメンターと話したんだけどよ、人が星を救おうなんておこがましいってよ。星の未来は星が決める。星が汚れたら星が掃除をするだろうってな。
俺たちはほっとけってか。黙って勉強してろってか。戦わなければ何も変わらないだろう。これからも頼りにしてるぜ、クラウドさんよ。恥ずかしいとこ見られちゃったな。気にするな。話をするのは俺も得意じゃない。お互い苦労しますな。私は古代種です。大昔にこの星を開拓したセトラの末裔です。この世界にもう一人しかいません。この血のせいで私は小さい頃から監視されたり閉じ込められたり怖がられたり、たまに無視されたり、いいことなんて一つもない。どんなに楽しいことを続いても血のことを思うと台無し。そんなことが何度もありました。普通の生活なんてできないんだって。憧れたり諦めたり、私だからこそ出会えた仲間がいます。友達がいます。だからもう大丈夫。報われました。我慢してきてよかった。一緒にいられるように、いい人でいよう、そう思っています。普通の人生は無理でも。Thank you.
送るのじゃ。聞かれてしまったか。ここにいたのか、ナナキよ。じっちゃん。お前に話さねばならぬことがある。お主らも来てくれんか。星送りの儀はどう思ったかの。最近はなんだか知らんが、儀式目当ての客が増えてのう。感想を尋ねるも、きれい。感動、そうだい、泣けたとか、まあ10人いれば9人はそんな感じじゃ。心が動くのは良いことじゃ。星送りの儀にその力があることは素晴らしい。だが一歩踏み込んで生命学を学ぼうというものはまあおらん。犬や猫、鳥、魚、そして草花、みんな生きとることは誰でも知っておる。赤ん坊が生まれる、花が芽吹く、そこには誰もが命の存在を感じるはずじゃ。星も同じなんだがの。ほうほう、すまんの、ついぐちぐちと。年を取ると愚痴と説教が止まらんわ。エアリスさんは素晴らしい仲間をお持ちなのですね。これもきっと星のお導き。どうか。ほうほうほう、では行くとするかの。え、でもこの扉って。さよう、わしが封印し立ち入りを禁じてきた扉じゃ。これよりお前に試験を受けてもらう。え？この谷を守る戦士になりたければ避けては通れまい。覚悟はできたな。うん。試験にはお主たちの協力が必要じゃ。少しばかり危険なところへ行くのでな。準備ができたら声をかけてくれ。では行こう。この洞窟を奥へ奥へと進むのじゃ。聞いたかな。いや、オイラの両親は二人とも谷を守る戦士だった。だから敵が谷に攻め込んできた時、母は勇敢に戦え命を懸けて谷を守った。でも卑怯者の父は一人で逃げ出したんだ。やはり瀬戸は許せんか。当たり前だよ。ほうほう、
ほうほうほう、ここから先に進むのは試験を受ける者と見届ける者二人のみじゃ。じゃあオイラと。俺が行く。ほうほうほう、お主では七鬼の修行にならん。そうじゃのう、お主が適任じゃな。はあ、お前遠慮がなくなったよな。ほほう、準備をしっかりな。はい。できたら出発じゃ。ちゃんと見ててよ。おう、穴が開くほどな。ほうほうほう、ここって谷底に封じられし、この悲しみの渦巻く。じゃあ足を押し切ろう。ほうほう、どうするわい。押し崩れんじれ。苛烈な戦いがここで繰り広げられた。まさか義賊はこんなところまで入り込んでいたの。おー、なんだそのなんとかって言われる。この谷の上の冷たい人たち。オイラの活躍。おい、置いてく気かよ。へい。ああ、どこまで行きやがった。
あいつ、どこまで行きやがった？彼らが義族じゃ。大きいんだね。ほうほう、外見だけで物事の本質を捉えることはできぬが、事実彼らの力は強大だった。こいつらに母は。
七木よ、最初の試験じゃ。ここで何が起きたのか、お前なりに探ってみ。うん、わかった。我らの遺物を探し、運び、真実を解き明かせ。さすれば、道は開けるであろう。しまったわい。戦いの記録。おお、義賊の矢か。矢尻の先に塗られた毒は瞬く間に体をめぐり石のように動かなくなってしまうという話じゃ。骨じゃな。星をめぐる魂の記憶、知識、その結晶。一般的にはマテリアと呼ばれておるようじゃの。ちょうど良さそうじゃの。谷の者が使っていた武器じゃな。塚に施されたこの文様、お前の体にも同じものが書かれているじゃろうて。
我々との戦いで滅びた後も憎悪が積もり、こうして洞窟をさまよっているのじゃよ。しつこいな。彼らには彼らの事情がある。敗者を下に見てはいかん。この石像とて故あってここに存在しておるのじゃ。無下に扱うでない。はい。我らの亡きがら石像を運べ。じゃのこの像、さっきの。すべてのことに意味がある。すべてのことに意味がないのと同じじゃ。すべきことはわかるな、ナナキ。我らの亡きがら石像を運び、正しき祭壇に祀れ。
は貴族の訪れとともに始まった。この祭壇はその頃貴族を封じるために作られたものなのじゃよ。大昔に封印されたはずの貴族がどうしてあの日谷を襲ったの？彼らの真実は彼らにしかわからん。行こう、お前の真実を探しに。この洞窟は貴族と人の世との境界線。ここから貴族に攻め込まれたら谷はひとたまりもなかったじゃろう。そうだね。しかしある戦士がこの無防備な洞窟に気づいた。戦士はたった一人この洞窟へとやってきた。案の定中は貴族でいっぱいになっておった。次から次へと襲いかかる貴族と戦い、戦士は走りに走った。ねえじっちゃん、そんな勇敢な戦士ならオイラが知ってるはずだよ。ほうほう、ここから先はより注意深くな。ちょっと強くなって。瞬時に心に入り込む。だが支配を許すな。お前の主人はお前自身じゃ。奥に見えておる扉を全て閉めれば試験終了じゃ。心してかかるがよい。Roll on!
Let's go!
祭壇？ほうほう、似ているが違う。もっともっとずっと古くに作られたものじゃ。さっきの祭壇は部族を封印するためのもの。この祭壇はセトラが義賊と語り合うために作ったものじゃ。語り合うって、なんで？義賊は敵なんだよね。ほうほうほう、善悪や敵味方の区別など時々の状況がそれを定義するに過ぎん。さあ、ナナキ、お前の力で道を切り開くのじゃ。
助けるのじゃ、ロノク。すごい運命だよ。呪い殺される前に、あるぞ。へい、へい、おー。おお、引っ込むで。強くなったの。まあね。
戦士の試験はこれで合格？ほうほうほう、わし一人じゃ決められんの。え？あの戦士の意見も聞こうではないか。戦士は一人この地で戦い、谷を守った。そして、今もここで我々を守り続けている。じっちゃん、あれって…あれが…セト、オイラの父。毒矢で体は石になってしまったが、崩れることなく、欠けることなく、あの勇士じゃ。母は…母さんは知ってたの？ほうほうほう、知っておったとも。わしは二人から洞窟の封印を頼まれたんじゃ。なんで教えてくれなかったの？教えたら、一人でここまで会いに来ようとしたのではないか。お前の両親が最も守りたかったもの、それは他ならぬお前だよ、ナナキ。オイラが小さくて弱かったから。ほうほう、あの小さく非力だったナナキがこうして立派な戦士に成長した。だからここへ連れてきたのじゃ。ナナキよ、お前はこのまま旅を続けなさい。オイラは谷の戦士だ。父みたいにこれからずっとこの谷で。聞くのじゃ、ナナキ。クラウトたちの言うことをわしは信じようとしなかった。セミナーの連中がしそうな話だとな。新しいものを見て聞いてもなんか知ってるような気がしての。偉大な知見が含まれているかもしれん可能性を、わしのこの目は見過ごすようになってしまった。じっちゃん、若者たちの足を引っ張るのは嫌じゃ。行け、ナナキよ。この谷でジジイ色に染まるな。目が曇り耳も詰まってしまったわしの代わりに世界を見てくるのじゃ。ナナキを頼む。ああ、わかった。試験は不合格。修行を積んで出直してこい。できるな、ナナキ。もちろん。だって。オイラはコスモキャニオンのナナキ、戦士セトの息子だ。
死の子よ。我が名はギ・ナタタク。勇猛にして果敢な戦士セトよ、そなたの一族に再び我らの願いを託したい。さすがセト、寛大な心に感謝する。戦士七騎、そしてセトラの民、共に来てくれ。じっちゃん。ほうほうほう、面白いことになってきたの。報酬は2000だな。ただでいい。行くぞ。状況が分かんないんだけど、これ何？私マテリアハンターなんだよね。ウータイのために戦ってるんだよね。ちょっと黙ってくれません？てか普通こうなる状況とちゃいます？だってなんか礼儀正しいじゃん、あの義賊。そういうのが実は一番怖えんだ。気抜くなよ。いいことある？すんごいマテリアくれるとか。奇遇ですが、我々もマテリアを求めているのです。さ、乗って。Thank you.
さ。じっちゃん、船の揺れに体を合わせるといいよ。こんな器用なことできるか。あんなに勢いよく乗り込んだのに。うん、マテリアのためだもん。静か、星が聞いています。聞かれちゃまずいんだ。星が知るか、それはほどなくセトラの耳に入るのです。セトラは少々観音の精神に欠けますからね。私、セトラの末裔ですけど。なななな、あなたが提唱したのは血だけ。セトラの物語はどこかに忘れてきましたね。そうなの？セトラの日々は過酷です。知らないと長く生きられるでしょう。でな、体のあちこちから血が流れていくのを感じてた。何も感じなくなったら死ぬんだと思ってた。でもそうはならなかった。強い風が吹いてた気がするんだよな。で、意識が体から引き剥がされるような気がして、気がついたら孤児院で寝てた。誰が俺を見つけて誰が運んだのか誰も知らないんだ。俺も似たようなもん。マジかってくらいの軍勢の相手して、すっげー痛かった。確かに風が吹いてたな。自分が立ってるって気づいた時は驚いたの。なんの訳がわからないよな。生き延びてみたらこんな世界だし、それになんで生き残ったのが俺なんだ。どういう意味を。つい考えちまうんだ。あのメンバーの中で俺が残ったのはどうしてだろうってな。あいつらがいたら俺に何を望むだろうとか考えるよな。ちょっと付き合ってくれ。いいけど何。歩きながら話すわ。